はい、大家好、こんにちは、シャメです。本日も、ワーディサバイバル、やっていきたい。さて、ちょっと、新規エリアは、まだか。あ、切手はもう、余ってるんだ。はい。切手も、ひょっとして新しい人が、また、出てくるのかな。集まってんだけどね、ソフィアさんがまだクリアできてなくて。ね。これまでは見たよね。で、これだよね。機密報告書。これちゃんとダイヤを回収しとかないと。レベル4。機密実験のデータを収めた USB メモリー。この中に全てのデータを移してある。気づかれなきゃいいけど。ドキドキするね、こういうの、なんか。じゃあ、バレてないよね。うん。フラスコが3つか？あれ？微妙な待ち時間なんだよね、これ。三角フラスコになしちゃったからな。ビーカーが。あと二つ。まあ、ちょっとメイン進めてくるか。じゃメインの方は、クリアできる状態なので。じゃあ、キャンプ7日目の、パート22。鶏のためのタワー型遊び場を作ろう。はい。タワー型だ。こうして木の柱を設置して板を乗せて、よし、遊具の出来上がり。名前はニワトリじゃなくてコッコタワーということにしようか。きっとみんな気に入ってくれるよね。あとはふかふかの干し草を敷けば完璧だね。うんうん。シード、そこは入っちゃダメ。出てきてよ。あ、まあジョイは今、よそ見してるし、ちょっとだけだからね。お、バレちゃうでしょ？静かに。おぼん。楽しいでしょ？今から干し草を敷くから、もう降りてきなよ。おん。シール、そこに登ったの？ワンコは結構難しいんじゃないかな。猫はわかるけど。あ、そうだ、これをやろう。これじゃない。ちょっと待ってよ。これだ。ガチャリよ。ガチャリよ。ヘイ。これしかないもんね。あ、やっぱりいきなり始まるんだ。あ、次のシートが始まった。あ、いきなりやっぱ無限が30分始まるんだね。よかった、予想しといて。今から、アプリ落とすぞって時にね、始まられたらちょっと困るかなと思ってたんだけど。スポット報酬。あ、今日何だった？間違えた。あ、これ、どうしようかな。ちょっと後で考えよう。今日は、丸太ね。オッケー。あ、そうだ、これもうそれどころじゃなかったんだ、今。見て、わかりますようにですね。メダルが大変なことになってるんですよ。ちょっと待ってね。いや、木材収めるか。せっかくだし。もうなんか、このスペースそれどころじゃないよね。あれ、これがね、そうだ、スペースがなくて、作れなかったやつ。もう一個いけるか。よいしょ。よし。これでぴったり。はい。で、こっからね、ちょっと無限ではあるんだけど、いや、先にメダルを出そう。弟とかに、メッセージを送りつけてですね。
なんとか。待ってよ、8、7。で、これで、合体できる。はい。これが、9。ミゲルの姿が刻まれている記念コイン。年のせいか1年が過ぎるのも気づかんかったな。みんなで1周年を祝おうじゃないか。コインを忘れずに、コインじゃない、ダイヤを忘れずに。なるほど。なるほど。あと2箱ある。これも合わせて。いや、でもちょっと厳しいかな。やっぱり交換は必要か。これで終わりなんだよ。頼む。ちょうどよく終わってくれ。ああ。ちょうどよくない。こうだな。もうちょいなんとかならんかな、これ。ちょっと待ってよ。板。板を。あ、作ってたっけ？作ってない気がする。作ってないね。うわぁ。一回これを回収しよう。で、とりあえずこの辺進めるか。先にこれ。あ、出た。巣を作る。ちょっとこれもうちょい育てていい？よし、これでよし。で、多分この後ろの方にね、ハンマーはあるんだけど、厳しいな。とりあえず紙を作るか。あれ、なんでこんなに、ん？こっちか。いや、そうじゃなくて。作れるものを作る。これね。で、まずこれを3目。あとは板だな。じゃあ、これ。よし。巣を固定する。鳥に接着剤は大丈夫かなという気はちょっとするけど、待ってよ、今日のご褒美はちょっと欲しいには欲しい。いやー、でもナイフ作るか。ナイフ。ここ。狭いな。ナイフと、よいしょ。巣を設置する。あと一個なんだけどね。手袋ができないと始まらないな、これ。レベル3のね。間違えましたね。完全に。待ってね。これの1個上。1個上。まあ、その筆箱を売ってもいいな。筆箱を売るのも全然あり。売るか。この記念のコインだけど、別のシートとか欲しかったね。他のものを犠牲にしないと、この1周年記念かな？これが遊べないのちょっときついな。で、
ハンマー。ハンマーどうしようかな。後ろから出した方がいいかな、もう。うん。ハンマー2種類あるんだよね。これもらっとこう。一応こうにしとこう。で、どうしようかな。裏から出すか。どれも捨てたくない。あ、でもそれしか出ないよね。13,700 はない。この辺売るか。ちょっと悲しいけど。レベル7まで育てるのにどんなに大変か。大変か。いや、一回ちょっと売ってですね。ちょっと、整理をしよう。うん。可能な範囲で。で、厳しいな。もう何も捨てたくないんだけどね。何も失いたくないこの気持ち。いや、もう無理だな。これお金が欲しいのに、お金がレベルアップできないのきつい。それじゃあコイン分がな、なんとか売る。よいしょ。え、これでだいぶ開くのでは。合成しちゃったもん。ちょっと気持ちはためらったけど。で、これでスパナが。違う、いるのはスパナじゃない。ちょっとコインそっちに折ってもらうか。こうか。とにかく、スペースを。7、8だっけ？違うな。9か。これは、きついぞ。これも売るか。あと、小麦って何がいるっけ？あ、水の、ボール一杯の水だったっけ？ボール一杯の水と小麦だったっけ？だね。手桶か。手桶に入ってる水と、小麦。手桶の水はね、あるんですよ。したがってね、ちょっと作ってみるか。いやー、スペースが、これ作りかけなかったっけ？パッと見た感じないよね、作りかけ。なかったっけ？ないか。途中で壊れる気がするんだよね、これ。必要なのは6、レベル6。あ、やっぱりか。いや、でもこれ、半端だし、作りたいな。小麦。あ、小麦も作ってない。うわ。あ、ちょっと待って、全部崩壊した。全部が崩壊した。さっきよりちょっと悪化したね。せっかく無限だけど、これ、どうしようか。しゃあないな、これ。この辺も売るか。
つら。でも板を作るためにその前にこれだな。だいぶ売ったけどまた作る。ノコギリの上。なんか出るものがしょぼくなる瞬間があるな。そろそろ終わりそう。タップ数が。いるのは9。終わるかこれ。体力じゃない、タップ数が足りない。今日できないなこれ多分。どうするかな。ちょっとこの辺でやめといた方が無難な気がする。いや、この辺やめとくか。これ以上危ないよね。これ作りたかったんだけどな。結構難しいね。メダルは10でマックスか。そうね。9、8、6、5、4、2。割ともうちょっとじゃない？かな？釘これ多分もう切れるしな。あ、せっかく無限なのにな。なんかな。いいや、行ってこよ。こっちへ。そろそろ一個ぐらいはできるんじゃないか。もう一個。これなんかやけに急にさ、あんなに出なかったこのアルコールランプの原料が急に出るようになるのに、ちょっとなんかちょっと作為的なものを感じるね。うん、あんなに出なかったのにね。メダル作りたいんだけどな。これもうすでにきついんだよね。一回これは売るか。なんか、あ、でも。いや、まずはね。まずは。いや、なんかこう、全然エコじゃないな、これ。この行動。マッチをただただ探してね、いらないもの捨ててるって感じなんだけど。あっと、さよなら。はい。間違えた。
で、いるのはもう一個上だっけ？ちゃう。これじゃなく、これ。もう一個上。これ、きついな。もうちょっと頑張るか。あ、そろそろ切れる気がする。わあ、マッチもう一本。よし。これと、あとはどうあがいても板がいるんだけど、レベル4。作るか、あの。ここだね。カンナだっけ？おお、エコじゃねえ。助けてー。どんどん捨てとる。もうついミカーベンが出てしまうくらいには、もったいない気持ちでいるよ。と、待てよ、カンナとなんだっけ、手袋だっけ、なんかいる、カンナとのみだっけ、のみだね、はい、よし、これでまあ待ちだけど、ちょっと経ったら回収できるか、制作カードを使ってもいいけどな。悩むな。あと10分だって。で、レベル4、5、6、7ができるかな。これで手に入ったら。よし。もう釘を打つは明日だ。ネクストデイだ。こっちはどうなってるかな。1分待ちとかがね、非常にありがたいけど時間が微妙なのよ。よし、じゃあ周辺を整理しよう。お？お？水。あ、これも回収するんだ。ってことはもうこれもいらないのか。水の、意外と水の瓶マックス2つが意外と大変だぞ。あんなに出なかったこの補給箱が、あって20分待ちになったんだが。補給箱もいらないということは、いらないんだよね、この辺。ぽい。この辺もいらないんだよね。多分。収めろと言っているからな。あ、これ、待って、回収しなかった。危な。レベル5。大きなペットボトルに入っている飲み水数本。持ち運びするには重いので。どこかに隠しておいて少しずつ大事に飲もう。まあ、他に確認してないものないよ。大丈夫だよね。回収忘れはございませんか。大丈夫かな。大丈夫っぽいかな。カメラも多分
見てるし。この辺だいぶ余ったな。作ってないものは多分ないと思うんだけど。うん。じゃあ残りはもう、ここから出てくる水が町です。うん。あとはね、レベル。まだ3と2を作らなきゃ。まあ一応この状態で20分はね、待たせすぎな気がするんだよな。であとやることといったら、ちょっと確認して。これって何がもらえるっけ？あ、これもダイヤ回収できるんだ。作業道具セレクトボックス。様々な作業道具が入っている箱。作業に使えそうな道具をあらかじめ用意しておいた。どんな作業にも有効活用できそうだ。忘れ去られた図書館ってのがあるの？これ受け取っとく？一応受け取っとくか。時短もなんか溜まってるけど、まあとりあえず今は置いとこうか。これ、水の瓶。どうしよう。これ早く開けたいんだけど、このこっちの、あ、違う、手が当たりました。これってどういう、あ、選べるんだね。じゃあこれかな。いや、待て。どうしようか。ゴーグル。鎌欲しいんだけどね。うわ、悩むな、これ。一番作りにくいのは多分これなんだけど、今いるかって言ったらいらない。でもこれかな。こうかな。で、今日のデイリーがこれなので出します、収めます。ストーブ、あれ、探検に送るって出してない、あれ、探検に出してない、ダメだ、なんかデイリーのことができてないっていう。あ、出してない。よいしょ、普通に行ってもらうか。シードとどこがいい？今ね、欲しいアイテムが、本当はこの種欲しいけど、ファスナーとかでも良いかな。ファスナーか、エコバッグ。いや、待って、病院ポーチ。どれでもいいか。あ、でもこの、なんだろう、あ、これでもいけないんだ。埋め立て地、ほうほう、
病院行ってもらおうか。はい。なんか得意なエリアとかあるのかな、ひょっとして。決められてるのかな。うん。30分過ぎてしまった。これもらって、合体させて。8、7までできたよ。問題はこれなんだよ。いや、絶対持たないんだよね。もう一個作るまで。いつ切れるかなっていう、ヒヤヒヤしながら。うん。あ、え、でもあと待ってよ。876、876。うん。案件には出した。あとは丸太だな。丸太またちょっと裏でやっとくかな。え、今日のアイテム欲しいしな。今日のデイリーさ、これくれるから。ジョリキ、あ、でもそろそろできるよ。これがな、明日になっちゃうかな。ね。あと11分とかも微妙な時間だけど、動画そんなに長時間撮れないや。あ、時短あるじゃん。そうだ、時短がある。あれ？あ、できたらしい。でも、あれだな。無限も終わるな。そろそろ、獲得。まあ、出す。あ、今のでやめとけばよかった。で、収める。いや、メダル。よし。次は、あ、でも次の方が楽そうだぞ。まずメダルをゲットの、こう、こう、こう。え、これで、9、8、7まで揃ったよ。悪くないんじゃない？悪くないんじゃないか。で、で、次のを作ろう。そのアイトルとか気になるな。こうしとくか。定規と、これはもったいないな。でももったいないけど、多分いらないだろうけど。よし、これと布、布じゃない、紙。売る。なぜだ。ちょっと待ってくれ。よし、これで収める。メダル、はいはいはい。待ってよ。まずフード、フード。こっちの弱い方使うか。これと、
これと、これは一色ごとレベル3ね。レベル3。そりゃこれ初めて見るな。あ、これ全然読んでないんだ。ちょっと後で読もう。一色ごと。レベル3。これか。へい。うん。一応2個出たからちょっと横にこうだな。98742。あー、でもこれ最終的に10マスないとマックスが作れないな。10マス開くか、どうも開けれるか。売る。はい。で、これ。これ。OK。売る。これと、クレヨン。と、紙。はい、いいね。これは結構来るものが難易度がバラバラだな。納め。いや、まあ最終的にはこうなるよね。これ売ろう。よし。で、いい点。で、ソフィアさん。あ、もう出てたのにもったいな。ちょっとこれ。なんとか、もうちょいなんとかならんか。ちょっとここで止めとこうか。ここで止めといて、こうだ。で、出た。これ。で、ソフィアさん。なるほど。なるほど。ちょっとこれは一筋縄では、さっといけないな。いいです。こうで、こうで。まあまあ、なんとかなりそうかな。あと11日あるから、多分なんとかなると思うんだけど。あ、でもこの右下のね、招待リンクを送る。これを使って、あ、これ、1周年記念ボックス。これをね、3つ追加でもらっとかないとね、合計4つかな。もらっとかないとかなり厳しいかなと思う。共に生存してきた1周年を、1年間を記念したプレゼントボックス。限定版1周年記念コインを獲得できる。記念に集めてみよう。コインってなんか楽しいよね、収集が。収集するんだ。集めろって言われるとちょっと集めたくなっちゃうよね。これスペース足りるか。木材売ったとこなんだよ。木材売っちゃったんだよね。これ売るか。いや、包帯こそいらんかな。
いっか。売るか。包帯。どうしよう。お、これは OK。 すごい、ここまで。いや、レベル5だもんな、きついな。これできないかな。一回合成していい？これちょっとあまりにもスペースがきつくて、いや多分できるじゃろ。あ、手袋が足りない。ちょっと待ってよ。よし、これでいける。釘を打つ。よし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 、よかったよかった。で、これはちょっと今日は無理っぽい。クエスト完了。はい、いいぞいいぞ。というわけで、キャンプ7日目の23、鶏のためのタワー型遊び場を完成させよう。はい、こっこ、じゃじゃーん、できたよジョイ。こっこタワー完成。どう、素敵でしょ。あ、こっこタワー、えへへ、こっこも喜んでるみたいだね。でもここワンちゃんの足跡があるよ。ひっと、どうしてそんなものがあるんだろうね。ひゅシード。あはは、ほらほら、お母さんがどんな遊具を作っているか見に行こうよ。ジョイちゃんは鋭いな。いい、いいことですよ。いい傾向ですよ。水分補給。残りはきついな。木材を移す。木材を準備させる。ね。地ならし。なんか作ったのなかったっけ。これはなんだ、これは いくつだ。あー、これか。分解してもいいけどもだ。これか、半端だな。8か。まあさっさとできるやつだけやっとこう。もう多分これやったらおしまいかな、今日は。ハンマーだけ作ったらね、割っとこうか。よし、固定する。木材が結構きついな、これ。あ、でもまあ、デイリーで使うし、木材取りに行くか。獲得。これしかないもんね、手に入れる方法って。問題は丸太が出るかどうか。今日のデイリー、まずちょっとデイリーをやらせてもらう。で、あ、これ売ったと思ったけど、あったあー、アホアホ。じゃあ作る制作。待って、じゃあマッチもう一個あったら、もう一個できる。いや、ちょっと待ってよ。丸太、手袋。うん、これな、強化してもあんまりメリットないんだよな。まあ売っちゃおう。1個だけ置いとこう。
丸太が足りませんので、また取りに行くか。酸素はどうしようか。レベル12を分解するとハサミ結構いるんだよね。じゃあ作った方が早いかな。まあ、とりあえずあともう3タップしかないので。ちょっと他のことやりながら頑張るか。そうだね。まずストーブ作んなきゃなんだけど、どうしようか。じゃあ今日ここまでにしておこうかな。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はね、もうちょっと出てるタスクぐらいはある程度片付けておこうかなという感じですが。あ、回復してる。あ、違う、こっちの体力がない。もう次回じゃ。というわけで失礼します。